はい、野本楽地の無課金覇王ロード阪神十戦編です。今日でログインが1868日目ですね。はい、現在2024年7月28日の22時40分なんですけども、今回ですね、プロスピヒーローズあと4日と16時間ですね、残ってるんですけど、一応累計の方ね、終わりました。はい、勝利数120勝ということで、累計終わりましたんでね、こちらですね、一番下のエースランクタイムスリップ契約書第4弾、これ開封したいなと思います。はい、まあ、2日目に自チーム確定スカウトね、15時に来て、すぐ引いてね、そこからまあエナジー使って終わらせたんですけども、累計まで64エナジー、使って終わらせました。はい、で、まあ、一応ね、まあ、久保田さんね、今回欲しいということで、この後、契約書ね、開封して、久保田さん出なければランキングも走るというつもりなんでね、まあそうですね、自チーム確定スカウト引いたんですけども、ポイントボーナス、こんな感じですね。一応ね、久保田さん、A ランクランダムで1枚出てくれましたんでね、合計3枚ですね。前に持ってた侍のやつも合わせると、一応 A ランク4枚になりますんでね、まあ極みでね、持ってる選手なんでね、久保田さんね、はい。まあ、称号用が4枚になりますんでね、非常にこれ良かったかなと思いますね。はい。まあ、こういう感じで、一応自チーム確定スカウトで、一応確定が1枚ね、A ランクも来ましたんで、こういう感じで、ポイントもらわせて、終わらせたっていう感じです。はい、そうですね。はい、はい、それではね、契約書開封するんですけども、まあ、先ほどから言ってますけども、今回狙いはもう久保田さんだけです。はい、非常にね、強い選手ですし、極みで持ってますんでね、継承になりますし、 A ランクも4枚、称号用ありますんでね、9位請求 A のどっちとかも、まあ、狙いますんでね、ぜひ欲しいなと思ってます。累計でね、出てほしいですね。はい、はい、それでは契約書を開封しますね。まずはね、 S ランク 10% 契約書もね、累計であったやつ、それさっき引きますね。10%、これですね。はい、プロスピヒーローズの、累計66勝達成の報酬の S ランク確率 10% 契約書、これいきます。ぜひ S ランク阪神来てほしいです。お願いします。 S ランク来い。さあ、どうでしょう。A ランクっぽいな。 A ランクでもね、阪神来てくれると嬉しいんですけどね。さあ、どう？ S ランクは？おー、S ランク来た！すごい！はい、上茶谷選手、横浜、いや、S ランク来ましたね。はい、いや、いいですね、これは。はい、またね、ミキサーの方で、使いたいなと思いますね。はい、S ランク 10% で、まず S ランク来ました。はい、嬉しい。はい、はい、それではこれですね。はい、プロスピヒーローズ累計120勝達成の報酬 S ランクタイムスリップ契約書第4弾、これいきます。欲しいのは久保田さんだけです。いきます、お願いします。来てくれ、大絶好調。さあ来い。どうでしょう、バットは当たらへんか。さあ、久保田さん来い。うーん、鍵谷選手だったかな。はい、いやー、日ハムですね。はい、残念。はい、いやー、久保田さん小津ということで、まあ、ランキング参戦決定ですね。はい、非常に残念ですけども、まあ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 、まあ、しゃあないですね。はい、鍵谷選手でしたよね。はい、ちょっと確かめますね。はい、鍵谷陽平選手ですね。はい、いやー、残念、久保田さん小津ということで、ランキング参戦します。はい、そっか、また来へんかったか。なかなかね、タイムスリップ OB ね、もうだいぶ来てないですね。もう2年ぐらいかな来てませんのでね、今回こそ来てほしいなと思ったんですけども、まあ、ランキング走りますね。はい、ランキングで言いますと3万位でいいんですよね。ここですかね、ここですね。3万位の S ランクタイムスリップ選択契約書を目指して、そうですね、1週間、まあ、1週間と言いますか、まあ、今からで5日間ですかね、5日弱ですけども、まあ、頑張って久保田さんね、ぜひ取ってね、オーダー強化したいなと思います。はい、まあ、先ほども言いましたけど、 A ランクも4枚ね、称号用ありますんでね、そうですね、はい、もう頑張って取りに行きたいなと思います。3枚目指してね、頑張ります。はい、
はい、まあ今回こんな感じですね。まあ一応ね、S ランク 10% 客所で、S ランク来てくれましたんでね、まあそれは非常に良かったかなと思いますが、また今後ね、またミキサーもちょっとしたいなと思ってるんですけどね、まあそれは良かったかなと思うんですけども、累計の S ランクタイムスリップ客所第4弾では、久保田さん出ませんでしたんで、ランキング走ってね、獲得したいなと思います。はい。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロード、阪神10戦編でした。